諸君。近く、外敵はドンクアルンゲと私を狙うために退去して押し寄せる。私たちは南方のキャメロットから派遣される予定の増援と共に、これを撃破することになっているが、一つ警告しておく。な、何よ、なんか嫌な話。キャメロットもまた、100%完全に信用できるわけではないらしい。はい。 キャメロットへ事態を報告した直後から、ドンクアルンゲへ不正アクセスを試みる動きが活発化しています。状況的に、キャメロット側から行われているものと判断するのが妥当でしょう。不正アクセスつまり、どういうことなのかね私たちの持っている情報を、私たちに知られずに盗み出そうってわけさ。 詳細な目的は私にもわからないが、互いに完全に信頼しているのであれば、こんなコソコソする必要はない。つまり、共同作戦を提案しておきながら、土壇場で手を変えてくる可能性がある、とが、言葉を濁しても仕方ないでしょそれって、つまり、私たちを裏切るってことじゃない で、でも、私たちだけで外敵すべてと戦うわけにもいかないし。そうだ彼らはスパコン狙いなのよね。襲われる前に壊しちゃえばダメだ。はい。現状、ブリテンの魔法と外敵のテクノロジーが拮抗した状態です。外敵に魔法の技術を盗まれるのも問題ですが、ブリテン側が新しい魔法を研究開発できなくなっても、 両者の戦力は開いいてしまいますつまり、研究成果の結晶を収めたドンクアルンゲを自ら破壊するのは国家的な自殺行為に等しい。ならどうするのだ黙っていても外敵は来る。頼みの綱のキャメロットも信用に足らない。かといって、私たちだけで追い返せるものではないのだぞ。各自、戦争の覚悟を決めろ。それは激突する前から始まっている。 その時までに番狂わせの策が出なければ、あとは泥沼へ飛び込むしかなくなるぞ。